あなたを京都銀行行員として2023年4月1日より採用することに内定いたします。その誇りと自信を十分に持って入行されることを期待しております。来年度から働く予定の内定者151人が出席した京都銀行の内定式。新型コロナの影響でここ2年はオンライン開催や分割開催でしたが、3年ぶりに対面で一堂に会する式となりました。直々に若い世代とかに期待をしていただいているというような話いただけましたので、そういった期待を裏切らないように、将来的にはもっともっと自分が何か貢献できたらいいなというふうな気持ちになりました。ご視聴ありがとうございましたケロ。